ジェンキンスの耳の戦争とは、1739年に起こったグレートブリテン王国とスペインの海上喧騒派の戦争であり、スペイン当局に打捕されて耳を切り落とされたという小船船長、ロバート・ジェンキンスの名に由来する。やがて大陸のオーストリア継承戦争に拡大し、ヨーロッパ全土にわたる大戦に発展した。これらの戦争は1748年の アーヘン和訳まで続き、引いては1756年に始まる7年戦争に連なる契機となった。ウィリアム3世以来、主として保育党が中心となって進めてきた大仏戦争政策であったが、優れた財政家であり、1720年の南海放末事件の処理による功績で、その翌年に第一、大倉卿となった保育党のロバート・ウォルポールは、 国民的重症主義の見地から戦争は貿易の障害になるとして平和外交を推し進めた。これは長い18世紀と呼ばれる100年余りの中でも例外的なことであったが、その失勢中にあっても戦争の危機は存在していた。ユトレヒト条約に不満なスペインはオーストリアと結び1726年ジブラルタルを奪回すべくこれを包囲した。 それに対し、ウォルポールは、スペイン領西インド諸島に艦隊を派遣したが、決して相手を攻撃しないという条件が付けられていた。1733年に勃発したポーランド、継承戦争にも参戦しなかった。ウォルポールは、戦争を回避するため万全を期していた。カリブ海でのイギリス軍とスペイン軍の戦いの様子を地図で追ったもの、イギリス南海会社は、 アシエントと称される貿易契約によって、部分的に、スペイン領西インド諸島と貿易を許されてはいた。しかし、本来は上納すべき、貿易理順をスペインに申告せず、また密貿易をも言っているとして、スペイン側は沿岸警備隊を使って、強行策すなわち打法を始めた。イギリス商人が、ユトレヒト条約の規定に違反したためスペインが、捜査権を行使して、 イギリス船舶と積み荷を没収したのである。船舶の打歩の件数は当初1年あたり数件から10件程度とわずかであったがイギリス国内では次第にスペインに対する反感が強まっていった。そして1738年、レベッカ号船長ロバート・ジェンキンスが打歩された時に切り落とされたという自身の耳を庶民院に証拠として提出した。すると、 イギリスの世論はスペイン報復論に沸き立った。対外融和政策を誇示することによって財政的安定を図っていたウォルポールは世論に押し切られる形で1739年10月、スペインに宣戦線復刻し、ここにウォルポールの平和は終焉を迎えた。翌1740年にオーストリア継承戦争が勃発すると、戦火はヨーロッパ全域に広がった。 オーストリア領ネーデルラントがフランスに占領されることになるとイギリス存亡の危機につながると懸念したイギリス政府はオーストリアと同盟を結びフランスとも戦火を交えることとなった。これによりイギリスとフランスの派遣争いは再燃し両陣営に墓かばかしい戦火もなく1748年のアーヘンの和訳締結で一旦終結するが この停戦条約は1756年に始まる7年戦争までの小休止でしかなかった。王ノピアニッシも466から468。ABCDEFGHIJ 王ノピアニッシも468から471。ありがとうございます。